今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々は元気です。はい、元気です。いや、私、はい、いつもね悩んでることがあるんですけどから始まってますけど、今日も悩みを持ってきまして、はい、電化製品って、うん、冷蔵庫とか、はい、電子レンジとか、まあ、いろいろありますけど、はい、1個調子悪くなるとなんか次々全滅していくのが、いや本当 ね、 家庭のものってそうだよね。今言われた通りで、冷蔵庫、今うちの冷蔵庫はグーッとなってます。あ、まさに何か後ろでグーッとモーターの音なのか何なのかはい、はい、あれから始まると何か全て、うん、家財道具はぐらつきますね。ぐらつきますね。冷蔵庫から始まり、冷蔵庫始まりの電化製品ね、はい、あいのちゃんも何か電化製品のお悩みってありますか。お悩み、まあ壊れたらとりあえず叩いてみるっていう方針のもと育ってるので。どこ出身。叩く。でもやっぱりそう、叩いても治らないものっていうのは確かにあるので、はい、ちょっと電話したりとか、うん、いろんなところにお願いをして、うん、直してきてはおります。あ、なるほど、はい、じゃあ今回の企業さんはまさにあやのちゃんにぴったりかもしれないです。本当ですか。今回ご紹介しますのが、うん、住まいのお助け隊として家の中の細かい電気工事を行っているというこちらの企業様、最初にご紹介します。それではよろしくです。社名に創業者の出身地である福島県の会津をつけ、さらに住まいのお助け隊として地域貢献を積極的に行う企業がここにある。私一人では作業は工事は会津電機を成り立ちませんので、まあ、社員の方が第一ですよね。社員がの安心安全幸せ楽しく仕事ができるということがあって会社が成り立っているわけなんで。会津電機株式会社代表取締役菊池紀之、営業部斉藤博光。企業理念としてお客様への感謝を忘れず、全社員一丸となって常に成長し続けるを掲げ、現在神奈川県横浜市エリアを中心に業務を行う会津電機株式会社。会津電機株式会社の主な業務内容は、企業や商業施設などにおける電気設備工事、衛生設備工事、各種プラント工事などを手掛けており、さらに一般住宅における電気工事やオール電化工事、太陽光発電工事なども行っている。さらに会津電業では地域貢献の一環として住まいのお助け隊というサービスに加盟しており、身近な電気のトラブルや水回りのトラブルを解決するサービスも展開している。今回代表取締役の菊池と営業部の斉藤に電気工事にまつわるエピソードを中心に話を聞いた。やっぱりこう社名に会津と入ってるだけあって、会津、はい、にゆかりがあるんですか、福島県の。そうですね、はい、福島の方に会社もあるわけではないんですけれども、はい、私の父親が創業者なんですけれども、うん、新潟県の方の県境に近いところなんですけど、山奥の、はい、福島県山郡西会津町という町の出身なもんですから、あ、はい、自分が会社を創業するときに、その田舎の、わ、福島、東北の方はやっぱり、はい、故郷の思い強いんで、創業するときには会津電業っていう故郷の地名を取ったんですね。なるほど、はい、だから福島に会社があるわけではないです。横浜で創業してですね。そうですね、はい、なるほどなるほど。なんかこう新しい事業としてお助け隊っていうのがあるとお伺いしたんですけど、まさにそういう時に助けてくださる、お客さんの困ったことをこうお助けするという意味で住まいのお助け隊っていう、まあフランチャイズ事業なんですけども、島根県にある、はい、これですね、これね、はい、助けたいね、そうなんですね、お助け隊ということで、島根県には島根電工さんという会社がこう住まいのお助け隊というのを始めてですね、その全国的にフランチャイズを募集してましたんで、そのフランチャイズに加入させていただいて、今活動は一緒にしております、はい、具体的にはどんな活動をされてるんですか。本当に個人のお客さんたちの困ったことをお助けしますよみたいな。本当に何でもいいんですか。何でも で基本的には電気工事に関わることなんですけども、はい、でも電気工事をした後に、ちょっと例えば、何ですかね、我々電気工事ですから、うん、照明なんか高いところの工事がちょっと多いですよね、はい、だから常に脚立は持って歩いてるんですけども、例えばお庭にみかんの木があって、うん、老夫婦で住んでおられてみかんがなるんだけども、とこ高いんで取れないんだよなって時に、
あのみかんなんか取ってもらえないかしらなんて言うと我々が脚立を持ってお助けこうするみたいな。へえ。それもそこまでまあ必要。一応仕事としてみたいな。そうですね。もうなんかできること。そうですね。なんかこう仕事終わった後でなんかお金困ってることありますか？ってお伺いしてそういうことを言っていただければあのそれに1時間2時間かかるとちょっとあれですけども、うん、10分程度で済むことであればあのぜひあのして差し上げて喜んでいただければ、うん、でもですね、地域の方々喜びますよね、うん、そうですね、ある面逆にあの親しみがこう親しみが生まれてそうですよね、どんどんこう電話が来ちゃうだとか、うん、そうですね、頼むちょっとこういうの頼むみたいな、それは水道工事だよそういう接し方になりますよ ね、 でもね、そうですね、それ何でもこう言っていただければ我々もネットワークありますので水道工事でも大工工事でもこう、クロスの工事でも、うん、あの紹介することはできますので、うん、何でも言っていただければあのありがたいなと思うんですけどもね、いや嬉しい、一番助かるんだよね、どこに電話していいかわからないって一番最初ね、そういったとこから始まってね、うん、非常にこう距離感が近いと、なんかまあ頼んじゃいけないことまで頼んじゃう時はあるね、去年かはあのお宅にこう電気工事終わった後に井戸の蓋、井戸の蓋を横浜で珍しいんですけども、はい、井戸があって、その蓋がなくて蓋が壊れちゃったんだっけ、あの蓋が元からなくて、うん、それで危ないからこの井戸の蓋をしてほしいんですけどと言われまして、ね、それで蓋を快適に作って、はい、差し上げました、作ったんですか、なんかそれ作ったの、会社に材料があるので、うん、それで使えるようなものを、うん、もう応急処置みたいな形でやりましたね、だからね、会社の社それこそ社風が、ね、お二人のその、はい、まあ、僕が言うのもあれですけど、はい、その人間性から出てくるじゃないですか、あきっとこういう会社なんだろうなっていう想像できるもんね、うん、温かい、会津電機さんのね愛がいっぱい、温かいの、そうですね、なるほどなるほど、ちなみに一番多いご依頼ってどんな内容ですか、スイッチかな、スイッチ交換が多いですね、スイッチ特にトイレのってかなりスイッチの頻度多いですね、リビングは一、まあ、回つけたらこうそんなに頻繁に消さないですけど、うん、トイレって夜は、あ、昼間でも暗ければイリキリしますよね、はい、ただトイレのスイッチがこう壊れちゃって入れてもパチッとやってもつかなくなっちゃったみたいな、うん、やっぱりあの可動部分ですのでやっぱ寿命はありますので、スイッチがこうダメになっちゃってスイッチの交換っていうのが一番多いかな、多いですね、はい、うん、あとはこうコンセントがこうタコ足になっちゃってるんで、はい、ちょっともうちょっとこう別なところにコンセント欲しいんですけどっていうのも多いですかね、あ、それ分かる気がします、そうですか、うん、でもそういう時にやっぱりどこに頼んだらいいか分かんないっていうのがありますよね、はい、でそれをぜひ住まいのお助け隊にお電話いただければお助けに参上するとか面白いね、その今まで工場だとか会社だとかホテルだとかってこういうとこをこうお相手にされてやられてきたものがよりこう踏み込んでいって、うん、ね、もう一系の中でそういうご依頼まで受けてやりだすっていうのはもう全然違うことですもんね、うん、お客さんが見えない中で仕事してるのとお客さんの顔が見えて仕事するっていうのはやっぱり違うと思うんですよね、うんうん、そうだよな、はい、井戸の蓋まで作れって言われるすごいですよね、いろいろあるよね、井戸の蓋とかなんだっけ、あと、あとは物置を撤去してくれとか、はい、もう関係ないあとはあの棚を購入したんだけど最後の最後で組み立てられないからここだけちょっと組み立ててほしいみたいなのもありましたね、はい、それ人柄が呼ぶものなんだよね、多分ね、でもできませんって言っちゃうのは簡単なんですけども、うん、あできることはねやって差し上げてありがとうって言っていただけた方がね嬉しいですもんね、自然に次の仕事につながるよね、うん、間違いなく頼もうと思うもんね、はい、いっぱい頼めるようにカタログもバスケカタログってあるね、バスケカタログあの大体あのお客様の不安っていうのはあの、うん、この工事がいくらぐらいなのかわからないっていうのが非常に多くて、うん、本当に初めてのお客様だと本当に高く請求されたらどうしようという方が非常に多くいらっしゃいまして、それであのちょっと一覧にしたカタログがありまして、それをお渡しして大体この工事このぐらいでできますよっていうのを聞くの目安ですね、電気編とか書いてある、うん、電気編、はい、これ水道編もこうある、水道編もきっとあるんだろうなと思ってあ、なるほどね、先ほどお話にあったトイレのスイッチとかの交換だといくらぐらいなんですか、はい、スイッチを交換ですと3000円、うん、税抜き3000円になりますね、意外とお安く買っていただけるんですね、はいはい、だったらもうすぐお電話して来ていただいた方がいいですよね、はい、やっぱりご高齢の方からのご依頼が多いですか、そうですね、うん、高齢の方が多いですかね、やっぱりね、でも僕らは憧れですよ、僕らはそういう電気だとかそういうものに扱いに弱いから、あ意外と女性が強かったりするね、配線は黄色となんだとかもうやらない、たまにやりますかね、これはダメだもんな、うん、電気はやっぱり理数系ですか、
そうですね。でも我々何の話か、うちの会社憧れるんだ。ああ、そうですか。でも文系の今年も文系の、学生が何人、4人5人いますんで、でも電気工事の資格は必ずしもなきゃいけないわけじゃなくて、うん、会社に入社していただいて勉強して取っていけばいいわけですか。それまではその先輩のサポートでお手伝いをしておいて資格を取得してから、その締め切り取り付けだとか決戦だとかをすればいいわけであって、うん、なるほど、会社に入ってきて文系でも卒業して会社に入って勉強して資格を取ればいいわけですから、もうどなたでも OK っていうスタイルで行きます。会社の先生、皆さんそうらしいですからね。ちなみにその斉藤さんのお隣にある機械、はい、うんは何でしょうか。はい、これ見積もりサットくんというものでして、あ、はい、通常お客様からご依頼を受けた際は、まず例えばスイッチの調子が悪いとなりましたら、うん、まあ、スイッチを見に行ってどのスイッチかを確認して一度会社に戻って、でそれでお見積もり書を作成してまたお客様のところに持っていくという作業を踏むんですけれども、はい、この見積もりサットくんがあると、うん、その場でお見積もり書を作成できるので、へー、はい、なので一度会社に戻るという手間も省けてお客様も1回で済むということで、はい、簡易的なそういう見積もりソフトみたいになっておりますね。なるほど、そういうのはいいね。その場で試しにミシェルさんの、はい、お家を、はい、という形でシミュレーションしていただければと思うんですが、はい、私の家、私の実家は傷んでるしね、すごいぞ。それすごいぞ。緊張しますね、いくらになるか。都内、都内ですか。あ、もう千葉の、千葉、県内に、市内にあるんですけども。うん、まず、材料を持ってくる前に、こう見積もりを作って、それでいいかどうか確認しなきゃいけないですから、うん、またそこでお邪魔しなきゃいけないですね。でもこれがあると、現地へ行ってこう、あ、これが悪いんでこうですねって言って、ピッとこう、見積もり書が出てきますので、その場で提示できる、ご提示できるというところが、メリットかなと思うんですね。あ、出てきた。はい、今何を入れてくれたのか。コンセント工事のお見積もりになります。はあはあはあ、先抜けちゃうってことだ、ね、抜けちゃうっていうことで、ね、コンセント交換したらこれこちらのお値段になりま す, で、内訳がちゃんとコンセント取り替えがあって、はい、一式が3000円で、はい、で別途ね、消費税が240円かかりますよと、はい、で3240円です。その下が可愛いね、うん、住まいの困ったことを即解決、この助けたいのこのね、あれがあって、こういうね、こういうとこなんですよ。かわいいね。やっぱこれだけスピーディーだとそれだけまあコストも削減できたりとか、お客様にも喜ばれたりとか、そうですね、我々のコストも削減できますし、お客様はやっぱ何度もピンポンって来客の手間も省けると思うんですよね。ここで会津電業さんの今後の目標についてお伺いしたいんですけども。そうですね、公共工事とかこう工事が大きい工事に偏ってしまうと、好不況の波にこう飲まれていって、やっぱり社会全体が不況の時は、例えば6年前くらいですか、リーマンショックの時は我々はやっぱり売り上げが落ち込みましたけども、でもお客さん、個人のお客さんを増やしていくと、370万の市民が不況だからといって200万になったり100万になったりしないんですもんね。やっぱりそういう不便なことはこうあると思うので、世間が不況であっても我々はしっかり工事の受注ができるっていう不況打開型の企業に、していきたいなとは常々は思っておりますですね。最後になりますが、はい、菊池さんの格言をお伺いしたいと思います。はい、お客様のご依頼を、いやそれはちょっと急だからできませんとか、うち忙しいからとか安くてできませんっていう断ることを考えるんじゃなくて、やっぱりいかにしたらその金額でできるのか、いかにしたらその工期でできるのか、どうしたらそれでできるのかってことを常に考えるような、考えるようにしておりますですね。と、弊社の経営理念がですね、はい、その工事何とかします、今日も一日元気で頑張るあなたの頼れる仲間です。それが会津電業株式会社ということですね。どんどん頼っていってきていただきたいなと思います。いや、もうその人柄本当にありがたいですね。温かい会津電業様でいつまで会ってほしいということで、今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様、ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて、続いてご紹介する企業様なんですが、ミシェルさん、はい、
ちょっとお金借りてもいいですか？なあ、お金貸してきたらもう早く取れるもんだと思ってきて、ね、いや普通こうやって人に頼むのってね、お金ってなかなか言えないじゃないですか、はい、でもお金ってやっぱり生きていくために必要だし、うん、それがあれば絶対幸せってわけではないですが、やっぱりなくちゃならないものじゃないですか。欲しいっていうこと言ってんだよね。欲しいっていうことじゃなくて、お願いしたらあった方が ね、 ね、しっかり稼いでいきたいなと思うんですけど、はい、万が一何かあった時のために備えてることとかってありますか？ね、自分のことよりも子供たちの学習保険をね、やってたんですよ。それは僕忘れてて、はい、ある時長男坊だったか次男坊だったか大学行く時に、こういくらが入ってきたっていうのは非常に大きな、あの幸福だったね。もちろん懐に入れちゃう、いやそうじゃなくてね、あのですけども、いやそういったことってのはしとくべきなのかね、やっぱり。子育てってお金かかりますね。かかりますしね。ですよね。あいのちゃんはどうですか？貯めたいです。貯めたいです。貯めないですけど。貯められない。えりちゃんどうですか？いやなかなか困ってるんですけれども、ということで続いてご紹介する企業様なんですが、はいはい、この仕事を通じて世の中でお金で困る人たちをなくすことをミッションに掲げているこちらの企業様です。ありがたいね。どうぞ。皆さんは MDRT ミリオンダラーラウンドテーブルというものをご存知だろうか。 MDRT とは世界中の生命保険金融サービス専門職のトップクラスのメンバーで構成される国際的な組織のことを言う。そんな MDRT のメンバーとして活躍するトータルライフコンサルタントがここにいる。やっぱこの仕事を通じてやっぱ信念があることとしては、あの世の中でお金で困る人たちをなくしていきたいっていうのを真剣に考えてます、ね、プルデンシャル生命保険株式会社コンサルティングライフプランナー布施谷啓二。生命保険の見直し、住宅ローンについての質問、さらには公的年金への不安など、さまざまなお金にまつわる疑問質問などに対し、その人に合ったライフプランを提供しているプルデンシャル生命保険株式会社。コンサルティングライフプランナーである布施谷の前職は不動産の営業マンだった。そんな布施谷がライフプランナーに転職をしたのは、人の役に立つ仕事をしたいという布施谷の熱い思いがきっかけとなっている。今回布施谷のニックネームであるタイガーをつけた虎塾という布施谷が行うセミナーの様子を取材し、ライフプランナー布施谷が活動する様子もご紹介する。早速なんですけども、はい、まあ、布施谷さんってね、ちょっと、名前珍しいねなんてお話もしてたんですけど、はい、どちらにね、終わりになる名前なのかなっていろいろ地域でありますよね、はい、そうですね、はい、あの実は愛知県でして、はい、でもまあ、愛知県でもほぼもう親戚以外も会わない名字ですね、うん、あ、やっぱりそうですか、はい、いや僕らもね、たくさんのところでたくさんの人とお会いするけど、はい、なかなか初めてですね、はいはい、さらにニックネームが変わってらっしゃる、はい、っていうお話だったんですが、ニックネーム、はい、ニックネームが実はタイガーって言いまして、タイガー、はい、黄色いハンカチのカッチというタイガー、はいはい、結構あのお客さんの方もタイガーさん、タイガーさんってこう呼ばれてまして、あ、それどっから来てんでしょう。これが何かというと、私がちょうど今、まあ、2010年の1月から今のお仕事をしてるんですけど、はい、10年、はい、で、その時に、まあ、社長がいましてですね、でその時に、まあ、たまたま2010年が虎年だったんですよ。虎年で、まあ、虎のような勢いで生きなさいっていうことでタイガーっていう名前をいただいて、なるほど、ね、だからやっぱりそのこだわり黄色っていうのも何かこうあったりしますか。そうですね、今日もあのタイガーをイメージして、やっぱりそうですよね、はい、そういう気持ちになりますよね、はい、何もイメージしてもらったら春だな、そうじゃないですか今気がついた後付けなんだけども、でもピシッとしてられますよね、はい、うん、具体的にはどんなご相談が多いですか。はい、さまざまなご相談があるんですけど、メインのところでいくと、例えばでいうとその、まあ、新入社員の方々ですね、社会人になりましたっていう方々のお金の使い方であったりとか、どういう保険に入ればいいですかとか、どういうこれから積み立てをしていけばいいですか、はい、そういったご相談であったり、うん、全くわからねえもんね、1年目とか2年目とかね、わからないですね、はい、わからない、そうですよね、ちょっとこう取られすぎる掛け金のでかい保険に入ってるのしょっちゅうでしょ。もう本当ありますね。ありますよね、はい、本当にね、反抗させれば勝ちみたいな人いるからね。ありますね、本当にも結構日本人特有というか、うん、結構お付き合いで入っちゃってる方って多いと思うんです。そうだ
なのでまあメインとしてはそういった方々の今見直しってやっぱすごく多いと思うんですよ、ね、そこのもう見直しを適正なものにちょっと見直しをかけていくっていうところのご相談も多いです。所得とその掛け金が釣り合ってないみたいな、はい、そうですね、やっぱりそういうことも、はい、あ、中には本当にやっぱ世帯によって、例えば結婚しててお子さんがいるんですけど、うん、保証額がちっちゃすぎる方もいたりとか、あとは独身なのにすごく大きな保証に入ってるとか、そういう方が結構多いんです、ね、あ、そこに対してしっかりとその分析をしてグラフを作ったり分析をしていって適正額にオーダーメイドで組んでいくことですね。このぐらいですよっていうアドバイスをなかなか我々は受けられないもんね。タイガーさんとお話ししてると、はい、いろいろ相談したいなって気持ちにはなりますけど、でも具体的にじゃあいつ相談したらいいんだろうっていうのが分からなくて、結果相談せず、はい、一人で悩むってケースも多いのかなって思うんですけども。 ありますよね、はい、やっぱメインで多いところとしては、例えば結婚出産のタイミングとか、なんかお家を買いましたとか、はい、あとなんか独立しましたとかですね、そういったタイミングもありますし、であと我々ってご紹介のみなんです。もう口コミご紹介のみでやってまして、へえ、そうか、信頼していただいて価値を感じていただいた方からのご紹介のみでやっていますので、本当にすごいね。そうなんです。じゃあもう全部 100% 紹介ってことなんですけど、ご紹介で覚えてます、ね、そういった、お客様と接するときに大切にしていること、はい、心がけていることありますか？そうですね、大事に思っていることとしては、お客様は本当に自分の家族だと思ってます、はい、何かというと、素晴らしい、家族だったら、変なものはお勧めじゃないじゃないですか、でやっぱり正直フルコミッションで動いてますので、なんかこういう商品の方はそのコミッションがなんか、いいとかですね、悪いとかもあるんですけども、なんかそういうのじゃなくて、本当にそのお客様のことを真剣に考えていいものを一生懸命考えるっていうのをすごく考えてましたよ。そういう、なるほどね、相手の立場ですよね、人の立場で、そうですね、良くなれと思って、はい、そういうものを提供していくわけですね、情報だったり、ものだったりね、ベストなものをちゃんとご提案させていただいて、でそこからやっぱ信頼していただいて、またご紹介、そういうのは人に集まってもらってセミナーみたいな、そういうのはあるんですか？あ、そうですね、今セミナーも実はやってまして、名前がトラジュクっていう名前にして、トラジュクという、トラジュク、はい、タイガーだけに、タイガーだけに、はい、なるほどね、そこはトラジュクなんですね。トラジュクっていう名前、タイガージュクじゃちょっとね、そうですね、トラの方がいいな、それはね、コンサルティングライフプランナーの布施谷が毎月2回開催しているセミナー、トラ塾の様子をご紹介しよう。このトラ塾は口コミと紹介のみで参加者が集まってきており、布施谷を中心に生命保険の仕組み、貯蓄の仕方などの勉強会を行っている。トラ塾に参加している人にセミナーの感想などについて話を聞いた。タイガーさんからの紹介で今日初めて参加しました。そうですね、今まで銀行に貯めてるっていうのがもう主にこうやってたことなんですけど、そうではなくて、その生命保険の活用だとか、中期長期短期で目的別にそのお金をこう、管理とか運用していくっていうこともちょっと意識してやっていこうと思います。このセミナーは縁あってタイガーさん直接お話を聞いて出てみたいと思って、はい、素人の方にも分かりやすいという話だったので、それは出てみる価値があるなと思いましたね、はい、聞いてみていかがですか？いや、分かんない人に降りてきてくれているのがよく分かって、とにかく分かりやすかったですね。シンプルに何でしょう、お金のことを教えてくれたので、貯め方ですかね。あとは相談はした方がいいという、一人で考えていたりとかそれより誰かそういう担当がいたら分かりやすいというか、何ていうんですかね、自分で判断しきれないから、そういう人がいた方がいいんだなってことが分かりましたね、はい。仕事を通じてお金に困る人をなくしたいという信念を持つコンサルティングライフプランナーの布施谷。トラ塾とはそんな布施谷の情熱が詰まっている場所なのかもしれない。ここで今後の目標についても教えていただけますか？はい、
今後の目標についてはやはりこの仕事を長く続けていくこと、そこを一番のミッションだと考えています。なぜならばやっぱお客様とも私も500件以上約束していますので、一生涯のパートナーである500件、はい、そこに対してのその約束をしっかり守っていくことがミッションですので、辛いこともありますけどやっぱそこをしっかり続けていくことを、そこをミッションにしてますね。であとやっぱこの仕事を通じてやっぱ信念があることとしては世の中でお金で困る人たちをなくしていきたいっていうのを真剣に考えてます、ね、お金ではね、お金っていうのはある方の人ばっかりこう流れていくっていうようなね、はい、我々の、はい、なんでこっちに来ないんだみたいな、はい、なんかこっちに来させ方があるんですよね、きっとね、はい、あるんだよそうですね、知らないんだ、はい、そういうことなんだ、なるほど、そうですね、そこに対してやっぱ正しい情報を伝えていきたいっていう思いがありますので、はいはい、学ばなきゃダメなんですよね、でもね、そうですね、学べばできることらしいよね、はい、そうですね、まあ、正しい情報をやっぱ選択していくことであったり、であと私自身も本当にやっぱ本当フリーター経験も経てて、うん、正直その当時ってもう夢とか希望を失ってしまったりとか、持てないですもんね、持てないですし、で今やっぱそういった方って結構いらっしゃると思うんですよ、だからそういった方に対してもなんかこの本当私みたいなやつがなんかですね、まあこうやって今一生懸命こう頑張ることによってなんか出会った人たちに対して勇気や希望をこう一緒に感じられるような人になりたいっていう、そういったことも考えています。最後になりますが、はい、タイガーさんこと、はい、瀬谷さんの格言をお願いします、はい、まあ、格言というかですね、やはりその自分が望んだ結果が出るまでやり続けることだと思います。諦めないことで、どうしても人ってやっぱ辛いことがあったりするとやめちゃったり投げ出したりする方もいると思うんです、でもそれってまあすぐできるんですけど、やめちゃいけないと思うので、どんなに辛くてもやっぱ結果が出るまでやり続ける、信念を持ってやり続ける、そうですね、必ずそういう風になってきましたが今まで、はい、そうですね、素晴らしいね、はい、本当にみんなのライフプランナーでね、はい、もう居続けていただけるということで、はい、もうぜひお願いして、はい、もよろしくお願いしますということで、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。ビジネスブックコレクション。勝ち組企業は創業時から企業ビジョンを大切にし、広報の重要性に気づき、きちんと広報機能を果たして誠実な会社、尊敬される会社になろうとしているに違いない。これが本書の仮説である。今週のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら、勝ち組企業の広報 PR 戦略。この本を書いたのは山見博康さん。広報危機対応コンサルタントとして活躍している山見さん。この本を読めば、広報初心企業は勝ち組広報の在り方が、広報経験企業は自社の広報のレビューが、そしてどの企業も勝ち組企業への道のりが明らかになるというビジネス本です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。